六六組のエンタメラバーようこそ。六六組のケメラジとサクフとペチです。注文完了。何注文したんでしょうか。三上愛さん演じる木下さやの沼すぎる髪型と服装を注文しました。もう可愛いがすぎる好きですということで、リベンジ欲望の果てに第1話直後パスとは。いや、始まりましたね。リベンジめちゃくちゃ面白かったんですけど、面白かった。なんかね、初めは結構かなり重厚感あるドラマだなっていうふうに思って見てたら、もう後半ね、もう怒涛の展開で、嘘だろっていうので圧倒されましたね。はい、本当にいろいろなことが起こりました。なので、まあ、これはちゃんとドラマ考察班66組の出番ですね。確かにそういうことだね。任せてください。わからん、わかんないですね。ということで、まあね、今回の動画では第1話で散りばめられたね、大きな伏線を3つ考察したいと思いますね。友信を殺したのは誰か、そしてカイトを気絶させたのは、ヒツキが抱える秘密とは、まあ、この3点をね中心に考察していきたいと思いますので、ぜひ最後までよろしくお願いいたします。ということで、リベンジ欲望の果てにはですね、毎週木曜日夜22時からフジテレビ系列で放送されているドラマで、僕らは翌日金曜日に直後考察動画を出しています。ぜひチャンネル登録の上ご視聴いただければと思います。まあ、カイトの父友信をね殺したのは誰か、これについて考察していきたいんですが、まあ、ここね、カイトと友信のすれ違いからの、まあ、号泣必須の親子愛ね。いや、よかった。もうめちゃくちゃ良かったんだけども、ね、でも良すぎるが上に、まあ、絶対これ死ぬだろうなって、ね、いや、もうなフラグそうフラグビンビンではあったんですけども、うん、やっぱ1話にしては三石研さん出過ぎやなそうだね、出し惜しみなかった感はありましたけどね。はい、でね、何者かに薬剤を注入されて亡くなってしまったということでした。はい、まあね、その犯人っていうのは、まあ、白衣を着ていた上に、まあ、薬剤の扱いっていうのも手慣れていたから、うん、まあ、医者ではない人物が周囲に怪しまれないように白衣を着て医者のふりをしていたとか、まあ、そういうことではないんだろうね。そうだね。そう、本当に医者である人物が友信を手にかけたということだと思いますね。うん、まあ、そうなるとやっぱり一番怪しいのは、まあ、見ての通り委員長のね、まあ、天童一子ではあるんだけども、はい、まあ、自分でね手を下すはずはないので、うん、まあ、実行犯はその部下である外科部長の鮎川がね、やっぱ犯人候補の筆頭にはなるかな。そうだね。まあ、部下のね鮎川にやらせて一子自身は手をよこさず、うん、まあ、もちろん動機は理事長の座を奪うためということですね。はい、そうだね。はい、なんか最初息子のねユーマかなと思ったけど、ケメの言う通り、うん、そんな知識もなさそうだし。そうだね。ポンコツ感すごかった。いや、すごかったね。うん、あと息子の手を汚すわけにはいかないって親的には考えるかもしれないからね。まあ、そう、さすがにね、さすがにそうだよね。うん、でね、やっぱり一番ね、その謎の男大友を疑う声も多いのかなとか思うんですけども、はい、やっぱり自分をねスカウトしてくれた友信を殺すっていうのは、まあ、これから何か企んでいるにしてもやっぱちょっと早すぎるからね。そうだね。そう、後ろ盾もまあなくなるわけだから、うんうん、まあ、唯一だね。そうそうそう、うん、まあ、大友のね正体についてもたくさんやっぱ考えはあるんだけども、ここの実行犯というのは少し可能性は低いかなっていうところですね。はい、そしてね、他の犯人候補について、まあ、副院長の三輪っていうのもね浮上するとは思うんだけども、まあ、プロフィールに虎視眈々と上を狙っているっていう悪にあったかな、怪しいかなと思うけども、まあ、一応友信派の人間ではあるし、友信がね失脚したところで、そのチャンスが自分にね巡ってくるよりも一子に巡る可能性の方が高いなっていうのは多分すぐ分かると思うので、現状そうなっちゃったらね、まあ、そうそうそう、一子になると思うから、だからやっぱ三輪っていうのも考えられない。そう、ってなると、まあ、割と結構ストレートな考察にはなってくるのかなと思うけども、まあ、鮎川が友信殺しの第一候補ですかね。そうだね。うん、鮎川の部下がいるかもしれないよ。あ、まあね、の部下さらにその部下が、まあ、まあそうだね、それもあるかもしれないけど、うん、今見えてるところで言うとね、そうだね、こうなってくるかな。うん、はい、はい、では続いての考察なんですけども、まあ、カイトを気絶させたのは誰というと、はい、うん、こちらについて見ていきますけど、まあ、こちらもねやっぱり大友がね、うん、疑われるかなとは思うんですけども、ここもね大友ではなくてやっぱ例の看護師ですね。例の看護師名前がどこにも出てないんですよ。出てないんだよ。出てないんだけど、まあ、みんな伝わると思う、うん、あんな出てきてたら、うん、やたら出たよ、やたら出てきました。うん、こちらのね看護師っていうのは、永瀬莉子さんっていう俳優さんがね演じていまして、ちょくちょくカットインしてきた看護師ですね。うんうん、一番初めに出てきたのは、まあ、友信が倒れてカイトが病院に駆けつけた時に対応を、ね、はい、してましたと、まあ、あとはね鮎川に会釈していたり、まあ、友信の容態が急変した際にも対応していたりね、うん、しましたけども、やっぱ一番決定的なのはやっぱ友信の葬儀でのシーンですね。はい、
何かね、意を決したような面持ちで葬儀会場にね、現れまして、でその後ね、カイトが葬儀中暴れた際にはなんか落ち着きのない様子のね、その看護師のことを、まあ、大友が不審げに見ている様子もあったので、まあカイト気絶に関してはこの看護師が実行犯にはなってくるんでしょうね。そうだね、大友がね、なんか指示したような顔って最初は思ったんだけど、そうね、ちょっと見直したら普通になんか、おこいつやばそうだなっていう二度見の感じだったからそうだね、なんか初めアイコンタクトかなって思ったけど、見返すと全然違ったんだよね。そうなんですよ、まあ、だからといってもちろん彼女自身に動機があるわけではなくて、まあ、彼女も誰かの指示でカイトを気絶させたに過ぎないのかっていうところですね。そうなるとやっぱりそれを指示した人物っていうのは、先ほど挙げた友信殺害にまあ関与する一子鮎川らの、まあ、あの一派なんだろうね、はい、そうで、あの一派の手下というか、その一なのかなと。そしてね、なんか気絶させた後カイトは5ヶ月間もね眠らされていたみたいなので、それもやっぱあのね看護師が対応していて、一子らに、まあ、その間の給料は普通に働くよりも多くもらっていた、まあだから協力したとか、いうことなのかな。まあ、最後の描写を見てもさ、やっぱ一子陣営がすごい全部ね会長だったりとか、なってたから、そこでもう天下を取ったと思いきや、こう大友がね、会長と共に来たじゃないですか。まあそういうことなんだろうね、この2つの事件っていうのは。いや、まあそうだね、なんでやっぱり結構怪しいけども、ここら辺に関しては大友の関与はないのかなっていうふうには思うかな。まあ、いくらでもね考えられはするんだけど、そして2話の予告見るとね、あれっていうふうにも思ったんだけども、まあ、ちょっと初手の考察では、今の、感じに留めておこうかな。はい、ではですね、最後はカイトのね恋人日月が抱える秘密とはっていうところで ね考察していきたいんですが、かわいい、かわいいでしょ、それはそう、かわいい、かわいい、かわいい、いや、もっともっと、もうそれどころじゃない、それは秘密じゃないからね。アプリやってんの信じれんそこはめっちゃ思う、あんなね美男美女がマッチングアプリやるはずないですよ。看護師さんって意外と出会いがないって。あ、まあそれよく聞きますよね、聞くけども、アプリが教えてほしかった。そうそうそう、何のアプリ使ってんの。途中まで本当でもね、マッチングアプリで出会った最高のね、はい、彼女だったわけなんですけども、なんかねカイトと言い争う最中に何者かから電話がねかかってきて、先ほど残りの全ては振り込みました、今までお世話になりましたっていう風に、まあ、おそらくあのね柏原さん演じる男とね、電話してたっぽいんだよね。だからまあね、日月は何か抱えてるよねっていうことなんですけども、まあ、日月にはね心臓病を患う妹がいるので、まあその治療費を、まあ、闇金から借りてたとか、まあそういう類なのかなっていうのは真っ先にね思いつくかな。だからまあそれを完済したっていうところ。お世話になりましただからね、これから何かしてもらうんじゃなくて、まあ、全部振り込んだんでもうこれ以上関わらないでくださいみたいな方に聞こえるから、まあそうだよね、やっぱ借金返済、まあ、闇金を使ってしまったみたいな方向って考えちゃうよね。でもなんかちょっとね、あの男がこれで引き下がるわけはないから、なんか、なんかあることないことふっかけてきて、なんか日月を困らせるというか、ね、立ちはだかるのかなというふうに思うよね。もう一個掘り下げるのであれば、まあ、カイトと出会ったのは、まあ、マッチングアプリではあったけども、まあ、なんかやたらねその将来のこととか仕事のことを聞いてたし、まあ、もちろん2年も付き合えばねそうなるとは思うんだけども、次週からね大友に心変わりしてそうなところを見てみると、まあ、結構ね妹のためにもうお金第一で、カイトと付き合ってたのかなと思うんだよね。あんなラブラブそうに見えて、ね、実はやっぱりだんだんそのね病院の院長の息子だみたいなのも分かってて、それ目的でそう結構親しくしてたけども、本当にその目的だったけど本当に好きになってしまったみたいな、結末なのかなっていうところで、ね、なるほどね、出会いはそこだったっ、ね、そう、出会いはそこで、そのために一緒になろうとしてたけど、なるほど、本当に惹かれ合ってしまった。まあ一番の欲望は妹の命を救うという、いやなんかそこだけだと結構めちゃくちゃムキになってたじゃん、妹に対して、ね、やっぱそこがやっぱ第一そうだかなって思うから、大友さんにも大友先生にも、まあ、妹の命助けてくれるならなんかね、なんねおキスでもしますね、わかんないけど、いやしてたりしたから、そうそう、とにかくやっぱりそういった並大抵じゃないお金を、持ってるであろう人と、ね、一緒になって、だからこそやっぱりカイトのね仕事も今のままでいいのみたいな
ね、あなた案内後ろ出てあるんだからみたいな、そっちに導こうとしてて、あんな向きになってたのもそういう理由で、ね、だって結構それぞれの考えがあってよくない、カイトもカイトなところあるけど、まあね、ヒズキもヒズキで、ちょっと、ね、もうちょっと尊重してあげてもいいのかなと思ったし、いろんな事情があるわけだから、そうだね、家庭の事情があるわけだから、うん、はい、ということでね、まあ、まだまだいくらでも考察できるし、そうだね、なんならね、謎の男大友についてはいくらでも考察できちゃうがゆえに、ちょっと今回の動画ではねほとんど掘り下げませんでしたから、はい、うん、もっと長くね、いや、そうなんだよね、長かるだろうから、結構皆さんもいろんなね考えあると思いますので、うん、ぜひそれはねちょっとコメントで教えてほしいですし、はい、もしね動画のね反響が大きければ直前考察とかも、うん、まあ、徐々にねやっていければいいかなというふうに思いますので、うん、まあ、ぜひともね、まあ、僕は私はこう思うというコメントをねたくさん、寄せていただけたらなというふうに思います、お願いします。そしてですね、僕たちは考察動画とは違った一面が見れるサブチャンネルとか、まあ、ペチのね個人チャンネルなんかもありますので、まあ、少しでもね僕らに興味を持ってくれた方がいましたら、ぜひそちらもご覧いただけたらなというふうに思います。ではまた次回の動画でお会いしましょう。以上、ロクロクでした。ご視聴ありがとうございました。お口の動画が少しでも面倒だったらチャンネル登録、高評価お願いします。ということで、さく、はい、三上愛さん演じる木下が、まあ、とにかく可愛くていい子でしたが、まあ、どうしても許せない癖が一つある。どんなのでしょうか。ティッシュを配ってる人となんか立ち話始めちゃうんだよね。いやどうしても。いやでも可愛くない、それも。